8月4日土曜日と5日日曜日に多久市まちづくり交流センターアイパレットでサマーマルシェが開催されました。武雄市在住の中村真由美さんが主催するこのマルシェは、大人から子どもまでが楽しめる食、住、体をテーマにした体験型のイベントで、県内外から個性豊かな店舗が両日約20店舗並びました。会場はグラスアートやアロマワーク、ハーバリウムなどの制作体験ができるワークコーナー、マヤ暦や四柱推命などの占いコーナー、ヘッドスパや耳つぼ、マッサージなどを受けることができるケアコーナー、ホットドッグやかき氷などを販売するフードコーナーの4つに分かれており、来場者は思い思いの店舗に出向き、体験や買い物などを楽しみました。主催者の中村さんはアイパレットで定期的にマルシェイベントを開催しており、次回は9月22日土曜日と23日日曜日にオータムマルシェを開催されます。するみたいな意味とか、それこそ竜のような、あの登るような、学校の宿題でしに来ました。選ぶところがちょっと迷ってか難しかったです。チラシとかフェイスブックでの広報とかを見て、で以前からちょっとこういったここのアイパレットでマルシェやってるのにちょっと参加してみたかったので、ちょっとはいフラッと寄ってみました。仲のいい出店者様からのリクエストもあったし、アイパレットのスタッフさんからも夏にやってみらんですかっていう声があったので、思い切ってちょっと日にち的にはギリだったんですけども、知り合いに声かけをして、まあ、やってみようかなと思いました。たくさんの方々に来ていただいて、で私もちょっとバタバタであまり周りをよく見てないんですけども、それぞれなんかワークをしたりしているみたいでよかったです。恒例となりましたオータムマルシェは9月22日土曜日、23日の日曜日にタクアイパレットで開催します。どうぞタクの皆さん、また県外からのお客様も楽しみに待ってますので、よろしくお願いします。